それじゃあ行きます。マイコンディション、マイ運転でしょ。ギリさん、元気があれば何でもできる。元気があれば一郎気取りの会社の先輩にインタビューもできる。どうもアントニオ猪木です。野球のことなんて点でわからないこのプロレスラーのこのアントニオ猪木が、おい野球の解説できるのか、インタビューできるのか、やってみろということでね、やっておりますけれども、やっておりますけれども、というわけでね、早速一郎企業の会社の先輩よろしくお願いします。よろしくお願いします。ズバリお聞きしたい。あれだろ、これね、投げているこのユンケル、これは一体何なんだ、これ一体何なのか気になってしょうがない。説明しろ、やってみろ。このユンケルというのは、まあ球種であって、まあ球種ではないというところが、まあ僕の見解なんですけど、まあフォーシームの握りで、まあちょっと薬指を横に外した状態で、魂を込めて投げるというのが、まあユンケルですね。まあだからただ投げればいいというわけではないということです。まあそういったところから、まあ球種であって球種ではない、どちらかというと魂に近いものであるんじゃないかなというふうに僕はそう解釈しています。まさに闘魂のような球を投げている、闘魂注入ということでね、闘魂注入ユンケル、違いますけれども、そういうものなんでしょうかね。一郎起動の会社の先輩ズバリ聞きたい。試合前に必ず飲むドリンクは何ですか、言ってください。言ってみろ。試合前はマイコンディション、マイユンケルでしょ。そんなユンケルを飲んでいる一郎ギロの会社の先輩、好きな食べ物はカレーということでね、言っておりますけども、カレーにユンケルはかけますか。かけますか。いや、かけないですね。僕シンプルなものが好きなんですね。だから僕よくカレーの上にカツとかちょっと考えられないですね、僕。カレーの上にはユンケルはかけない。当たり前だろって言ってね、聞いといてなんですけども、当たり前ですね。こんなもんかけたらね、味がぐちゃぐちゃになっちゃいますから。ただね、これだけは聞いておきたい。カレーにタバスコはかけますか。かけますか。タバスコ、いや、すいません。タバスコはかけないですね。僕、シンプルなものが好きなんですよね。だから、カレーの上にカツとかも、やはり乗せないですし、カレーに何か、別の味を加えるようなことっていうのも、まあ、基本的にはしないということですね。タバスコは嫌いですか？いや、別にタバスコ嫌いじゃないですけど、僕が言ってるのは、カレーの上に何か乗せたりとか、カレーにタバスコを、まあ、混ぜたりとかっていうのをしないということですね。だから別にタバスコが嫌いとか、タバスコが嫌いだからかけないということではないということですね。猪木さん、ちゃんと話聞いてくれてます？これは失礼いたしました。タバスコはね、嫌いではないということで、日本にタバスコを持ってきた男としてですね、非常に安心しております。それではズバリ聞きたい。タバスコの上にカレーはかけますか？いや、かけないです。それ一緒ですよね、さっきのカレーにタバスコをかけるのと、まあ、タバスコの上にそのまたカレーを乗せちゃったら結局一緒じゃないですか。すげえこう辛くてちょっと酸っぱいカレーになると思うんですよ。僕シンプルな日本のカレールーのカレーが好きなので、別にそのタバスコを入れることっていうのがまず僕は考えられないのと、まあ、それ以外のなんか具だったりとか他の料理をカレーと一緒にカレーに乗せて混ぜて食べるっていうのが僕の中では考えられないということですね。別に味が嫌いとかそういうことじゃなくて、僕はやらないということです。これは大変失礼いたしました。一郎気取りの会社先輩は決してタバスコは嫌いではないというね、私は安心しております。ちょっとね、タバスコのことになるとね、タバスコをね、日本に持ってきた男っていうことでね、ちょっと
熱くなってしまうものですから、大変失礼いたしました。ちょっとタバスコのことから離れましょうか。一郎沖鳥の会社の先輩、ズバリ聞きたい。コーヒーは飲みますか？飲みますか？あ、コーヒー飲みますよ。シアトルといえばね、コーヒーがすごく有名なので、僕はコーヒー飲みますよ。なるほど。ということは、一郎沖鳥の会社の先輩は茶色い飲み物がお好きという傾向があるということでよろしいでしょうか？いや、カレーは別に飲み物じゃないので、そのカレーは飲み物だみたいな、ちょっと太ってる人がねよく言うようなことは僕言ってないですよね。僕そんなこと言いました？僕言ってないですよね。カレーは食べ物ですし、コーヒーはコーヒーなので、まあ、それは別のことですね。はい。大変失礼いたしました。それではコーヒーにタバスコはかけますか？いや、絶対にかけないです。コーヒーにタバスコなんてかける人います？今までね、絶対ないです、ね。カレーにユンケルをかけて、とかな、コーヒーにはタバスコを入れて飲む、一郎沖鳥の会社の先輩でした。ちょっと考えられないですよ。ありがとう。早い段階で配信チケットを手に入れないと不利になる。ユンケル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 でしょ。